どうもこんにちは、ドンコメです。昨日から今日にかけての鉄道ニュースをピックアップしたいと思います。今日はなんといってもですね、能登鉄道ですね。地震の被害により運休となっていた能登鉄道七尾線が七尾から能登中島駅間で運転を再開いたしました。本日運転を再開いたしました。プレスリリースを読み上げます。令和6年能登半島地震により被災した能登鉄道七尾線七尾から能登中島間の復旧工事が計画通り進捗しましたので、以前お知らせしました通り2月15日から七尾から能登中島駅間の運行を再開します。残る能登中島から穴水駅間につきましては4月上旬の運行再開を目指して引き続き復旧工事を進めてまいりますとのことです。なおダイヤについては臨時ダイヤとなっておりまして、先ほど確認しましたところ、能登中島から枕温泉間については8往復設定となっておりました。時刻表で元のダイヤを確かめたところ17往復だったので、だいたい半分ぐらいの本数となっていますね。穴水から能登中島までの区間については引き続きバスでの代行輸送となるようです。また和倉温泉まで乗り入れている JR の特急列車については4往復が運転されるそうです。いやー、ほんとなかなか難しいんじゃないかと思っていましたけれど、わずか1ヶ月半で、暫定とはいえ能登鉄道復旧したのはすごいことだと思います。このスピード感はすごいですね。この先の区間についてはさらに1ヶ月半ぐらいはかかるんだろうとは思いますが、それでも復旧へ向けた道筋が見えてきたのは本当に素晴らしいことだと思います。それに合わせてだとは思うんですけれど、 JR 東日本と JR 西日本の方で、北陸方面の利用に便利なフリー切符が発表されています。じゃあまず JR 東日本の方から、特別企画乗車券北陸応援フリー切符の発売についてとあります。利用期間は2024年の2月16日から3月15日まで、利用開始日の前日までの発売となっております。発売価格は2万円で連続する4日間使えます。4日間2万円ですから、1日あたりたった5000円ですよ。しかもこれすごいのが、北陸新幹線のフリー区間までの往復分が入ってるんですね。往路については輝きも利用できます。で、北陸新幹線輝き白鷹の普通車指定席が1回に限り利用できます。帰りについては白鷹の普通車自由席に限られるんですが、運賃だけ有効なんで、指定席を買えば多分帰りも指定席使えるんじゃないかと思います。ちょっとこれは要確認ですね。で、フリー区間についても、黒部宇奈月温泉から金沢までの区間については北陸新幹線乗り降り自由となるようです。ただしこれは自由席です。また特急列車についても、敦賀から金沢までの区間は多分特急走ってますから、敦賀金沢間特急利用できますね。一応フリー区間和倉温泉まで入ってるんで、七尾線の特急についてもおそらく乗れるんじゃないかと思います。高山本線についても富山から猪谷までフリー区間に入っているので、特急飛騨も多分乗れるんじゃないかなと思います。また IR 石川鉄道、それから愛の風富山鉄道についてもフリーエリア内に入っておりますので利用できます。面白いのが、小浜線もフリー区間に入ってまして、敦賀から小浜まで利用できます。また九頭竜線ですね、越美北線、福井から九頭竜湖まで利用できます。それから個人的におすすめなのが氷見線ですね。高岡から氷見の区間、すごく景色がいいところ、ここも乗れます。また上花線、高岡から上花までの区間、こちらも利用できます。富山県が JR からの移管を求めている路線ですね。こちらも
移管後はもしかしたら車両が変わるかもしれないので、結構注目の路線かもしれませんね。この切符は、4日間2万円で利用できるんですけれども、往復の新幹線については若干制限があるので、ご注意ください。で、もう一つ、JR 西日本の方です。これはもともと発売されていた、北陸お出かけ旅屋パスっていうのがあったんですけれど、こちらがですね、2450円だったのが、980円に、6割引きとなります。また、土休日限定の切符だったんですけれど、こちらは平日にも利用可能の曜日制限なしの状態になるそうです。3月15日までですね、利用期間が。それ以降は多分元の設定に戻ると思います。こちらはですね、先ほどの JR 東日本の切符とは違いまして、普通列車のみの切符になる模様です。新幹線は利用不可です。特急列車については乗車券分のみが有効で、特急券、指定席券を買えば利用できるようです。また若干さっきの東日本のパスと有効区間が違いまして、 JR 東日本の方の切符は愛の風富山鉄道の黒部まで有効だったんですけれど、西日本の場合は越後ときめき鉄道の直江津まで有効となっております。また大糸線の糸魚川から中津までの区間も含まれております。ちょっと東側に新潟寄りにエリアが伸びてるんですね。そういう違いもあります。お住まいのエリアとか行きたい場所によって使い分けるのもいいんじゃないかなと思います。小浜線も利用可能エリアが微妙に違いますね。小浜線は敦賀から青野郷駅まで、 JR 東日本の切符にもちょっと西側の方まで使えるみたいですね。もうちょっと頑張れば舞鶴まで行けます。そうですね、こちらの切符の場合は有効期間が1日だけなので、比較的近い人とかが1日だけ旅行に行きたい場合などに便利だと思います。その他 JR 東日本も西日本も関連したキャンペーンなどがあるようです。そちらも合わせてそれぞれのホームページのプレスリリースを見ていただけたらと思います。今日は明るいニュースから始められそうですね。それでは皆さん、今日はこの辺で失礼いたします。また動画アップするかもしれないけれどご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、いいねをしていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。